グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート、日本一、一スウェーデン東京五輪2020準々決勝、サッカー、日本女子代表、なでしこジャパンは30日、東京後の準々決勝で、スウェーデン女子代表と対戦し、いる。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこ、もう簡単視聴。 一ヶ月無料を試し実施中、グループ E3 位で決勝トーナメントに進んできたなでし。ジャパンは MF 中島恵美がスタメンに復帰。状態心配されたエースの岩渕真奈も無事に先発バーに名を連ねた。一方、グループステージ勝ちで勝ち上がってきたスウェーデンは前の合わせで温存させていた主力をスタメンに復帰させて,てきた。 試合は開始直後からスウェーデン、主導権を握る展開に。7分、スウェーデンはこう、キックの流れから畳みかけると、MF 振り取り、ナロルフォのクロスに攻め残っていた、DF マ、ダレなエリクソンが頭で合わせてゴール、とを揺らした。日本のセンターバック、DF、南萌え、は、完全に競り負けてしまった。その後も圧倒な体格差とスピード感で攻めてくるスウェーデンに対し、 日本は、懸命に対抗。23分には少ない、チャンスを生かして同点に追いついた。右、井戸で、MF、長谷川優衣が、DF、清水理沙の縦パスに抜け、スト、ワンタッチで、ディフェンスラインと GK の、に低くて速いクロスを送る。そして、最後は、FW で、美南が左足で合わせて、貴重な同点ゴールを下駄、ゲタ。 追いつかれたスウェーデンは徐々に序盤、ような勢いがなくなっていく。すると31分、岩渕、パスに抜け出そうとした田中がペナルティ、リア内で、スウェーデンの DF アマンダイレス、とに倒され、主審がファウルの笛を吹く。し、し、日本に与えられた PK は、VAR の助言と主審による、フィールドレビューの結果取り消し、逆転の絶好機は、ロと消えてしまった。 日本の勢いが失われたわけではなく、40分には、フチが、右サイドを破って低いクロスを上げた、たの滑り込みが合えば、逆転という場面を作り、した。今大会最強クラスの強さで、グループス、字を席巻してきた、スウェーデン相手に、な、シコジャパンは、序盤の苦しい流れを切り抜けて、一進一退の攻防を繰り広げた。前半は1。 一のイスコアのまま終了し、運命の後半へと向か、得点者、7分0、一マグダレナエリクソン、数へ、でん23分1、一田中南日本、両。<music>